皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが10月1日に配信した、火曜日恒例の予言の8回目をご紹介します。2024年10月1日の予言。ノースカロライナの人たちやハリケーンヘレンが通った地域の方々もそうです。その方々が避難経路を知っていれば移送されることもなかったでしょう。何年も嵐が来ると思っていなかった地域で水場からも離れているところが洪水になったのです。9月27日か29日に2つの月が見えたというお話がありましたが私は見ていません。また2つの月についての予言などがあるかどうか調べてみましたが見つかりませんでした。別のニュースに移りましょう。ロサンゼルスでのバスジャック事件で一人の方が撃たれたか亡くなられたと思いますが、以前バスジャックされるか人質に取られると予言したのを覚えているでしょうか。ですが残念なことにまた同じような事件が何度も起きてしまうでしょう。次回の事件ではさらに多くの乗客が乗っていると思います。またニューヨークの地下鉄で発砲事件が起こる予感があり、発砲事件でなくても何かしら地下鉄の車両の中で起こると思います。似たような予感がシカゴにもあり、ほぼ同じ時期に起こるでしょう。そのような予言が今降りてきました。マサチューセッツでは州知事が病院を接収する事態になりました。今そのニュースは見られませんが勝手に誰のものでも接収できる条例か法律を通した直後のお話です。一体いつから他人のものを自由に奪えるようになったのでしょうか。たとえ州知事の行動だったとしてもそれが彼女のしたことなのです。病院は必要なインフラですが以前病院が閉鎖されると予言しました。それで人の経営する病院を自由に奪っていいなどとどうして決めたのでしょうか。それがマサチューセッツで通ってしまったのです。一体そこで何が起こっているのでしょうか。州が病院を接収したのです。そこでは以前酒屋も接収しました。今はもうペンシルバニアにはいないので、これからマサチューセッツに行くことはないでしょう。私が離れてしまってからあの場所は変わってしまったのだと思います。裁判所が環境保護庁に飲み水に含まれるフッ素化合物の潜在的なリスクについて表明するよう命令しました。これはとても大きな決定であり、人々はとても長い間水にフッ素化合物が混入される事態と戦ってきました。それは甲状腺や消化体を石灰化させるのです。甲状腺は人々とのコミュニケーションや自分の意思表明に直結し、多くの人たちが喉や甲状腺の問題で悩んでいます。脳下垂体は第三の目で超能力的な直感が入ってくる器官です。消化体は脳の中心部にあり松ぼっくりのような形をしています。バチカンの外側にも消化体の彫刻が置かれています。教皇は消化体と一緒に聖母をも動かしているのです。そこには皆様の魂が存在し神と繋がっています。人類は神に似せて作ってあり、神は私たちの中に宿っているのです。私たちは皆神であり、神の粒子は私たちの魂の一部となっています。その消化体もまたフッ素に侵されています。神と繋がる器官ですが、アルツハイマー痴呆症や ADHD など様々な障害の原因にもなります。カリフォルニアの連邦裁判官は9月25日に環境保護庁へ飲み水に対するフッ素化合物の規制を強化する通達を出しました。化合物は子供が交流する能力を阻害するリスクがあると表明したのです。これは偉大なる前進であり有害なフッ素を断罪したお話です。これからまだいくつかの予言をお伝えします。田舎の山の中を走る列車が爆発するのが見えます。何ヶ月か前に同じビジョンを見ましたがスピリットはまた同じものを見せてくれました。今回は前よりも鮮明に見えています。後ろから7両目の車両が爆発するのです。磁石を使った爆弾が使われると思われ列車の側面に仕掛けられます。犯人は中東系のように見えます。
この事件が戦争に発展しますが、この列車はドイツとポーランドとの間を走っているのだと思います。誕生日のプレゼントやお手紙をいただきありがとうございます。日本のマキさんからも贈り物が届いています。歌舞伎の一場面のようなお手紙も入っています。それではまた予言に戻りますが、恐怖を煽る攻撃がまた実行されるでしょう。それは中東からヨーロッパ、そしてここ北米にまで波及すると思います。どうか外出するときはお気をつけください。人が多く集まる場所や街中で停電が起きたらすぐにでも建物の中に入りドアをロックしてください。街中にいると皆様の能力は抑制されてしまいます。停電が起こると何が起きているのか見るために人は外に出る傾向にあります。これから起こる停電の時は外に出ることをお勧めしません。どうか家の中で留まっていてください。それは世界中で言えることですが、特にアメリカの方々に注意喚起したいです。先週私がセドナにある食品売り場に行った時のお話ですが、そこで奇妙なビジョンが降りてきました。入り口は閉められており、木片と布切れでできた標識で閉店と表示されている光景が脳裏に浮かびました。その中では2つ向こうの町にある食品スーパーも閉鎖されていたのです。それがスピリットガイドたちが私に下ろした前兆を知らせる予言だと思います。だからこそ私たちは食料を備蓄する必要があるのです。私も最低6ヶ月分の食料を備蓄しようとしています。まだその半分までも行っていませんが、最終的にはそうするつもりです。それは別に私に限ったお話ではありません。皆様からのご支援に心から感謝します。この無料のコンテンツを配信できるのもひとえに皆様のおかげです。来週はとても多忙なため動画を上げることはできないと思いますが、もしかしたらライブ配信をするかもしれません。どうか皆様この偉大なる10月を満喫してみましょう。手元にある水晶玉と共にまた近いうちに皆様とお会いしようと思います。人生を祝福し他人に親切に接してください。自分に対し大胆に親切に誠実でいてください。皆様の人生は明るく輝きます。どうか残りの日を有意義に過ごしてみましょう。ナマステ、大いなる愛と共に。いかがでしょうか。アメリカでフッ素が問題視されてもメディアは報道しないでしょうし、日本でも問題視されるということはないでしょう。日本では陰謀論のままなのでしょうね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。